その J リーグに何人もの選手を送り込む高校サッカー界の名門がある。そこには未来の日本代表と期待される選手も。その名門こそ船橋市立船橋高校。これまでインターハイや冬の選手権など実に14回の全国優勝を成し遂げてきた。その数高校ナンバーワン。彼らはどんな指導を受け、どんな練習を積んでいるのか。そこには伝統校に受け継がれるプライドが。名門市船サッカー部、その強さの秘密に迫る。そしてリニューアル1回目は高校サッカー界名門船橋市立船橋高校に密着しました。一船でしょ、はい、よく聞きますよ ね。名門中の名門ですよね、はい、毎年毎年強いってイメージがありますね。そうですね、まあ、野球もそうなんですけども、はい、選手って入れ替わるじゃないですか、うん、どんどん入れ替わるのに毎年毎年結構結果を残すっていうのは、はい、やっぱりこういろんな意味で、ね、秘密ってあると思うんですよね、はい、14回の全国優勝を誇り何人ものプロ選手を輩出する市船サッカー部。高校サッカー界屈指の名門校、その強さの秘密に迫りました。千葉県船橋市、ここに高校サッカー界屈指の名門校がある。これまでいくつもの栄冠を手にし何人ものプロ選手を輩出、市船の愛称で知られる伝統校だ。現在の部員は86人。伝統に恥じない結果を残そうと日々厳しい練習に勤しんでいる。この番組はスーパースポーツゼビオ味の素がお送りします。彼らが目指すものとは。選手権で全国出て日本一取るっていうのがチームとしての目標で、今年は全国出て日本一を取るっていうところをしっかりと目指してやりたいと思います。市船が挑む舞台は高校日本一を決める3つの大会。同世代のクラブチームらと戦うプレミアリーグ、夏のインターハイ、そして集大成となる冬の選手権。日本一へ向け彼らを率いるのは市船 OB 浅岡隆三監督。名門市船の礎を築いた布圭一郎監督のもと、冬の選手権で初優勝を成し遂げた時のメンバーだ。2011年に監督就任後わずか1年足らずで選手権を制覇。確かな手腕で伝統を受け継いでいる。ドリブルしてこい、運べ、逆サイド見ろ、何かのこうメッセージを伝えたかというと伝えない。みんなから何かを求められてさせられて何か言われてやんないとサッカーできない人、いわゆる三流、自立してないってこと。高校サッカーに精通する記者に市船が圧倒的な結果を残す理由を聞いた。多くの強豪校っていうのは指導者が変わるとたちまち弱くなったり、強さを維持するっていうことっていうのはなかなか難しいと。その中で市立船橋のすごいところは3人今監督が変わってるにもかかわらず相変わらず全国トップレベルの力を維持し続けてるということは最大のこう他の高校とはちょっと一線を画すところだと思います。監督が変わろうと常に結果を残してきた市船。高校でのこうしたケースは稀だという。長年受け継がれる何か伝統的な戦術があるのだろうか。ここは本当に強調しておきたいのはサッカーが違うんですね。3人とも要はやってるサッカーが一貫してるわけではなく、指導者によってそれぞれの指導者がカラーを出してるんです。市船では伝統的な戦術などない。他の学校と同じように監督が変われば戦術も変わるという。
ではなぜ彼らは名門で居続けられるのか。強さの秘密その1、自分と向き合う。これは持久力をつけるための走り込みだ。1周240m、制限時間を決め4周3周2周とダッシュの距離をだんだん短くしていく。ところが距離が短くなるとともに制限時間も短くなるのだ。つまり走れば走るほどスピードを上げていかなくてはならない。乳酸溜まりまくりやな。合計距離はおよそ10キロ。これは J リーグの選手が1試合で走る距離とほぼ同じ。さらにこの走り込みにはもう一つの狙いがあった。苦しい時こそ声を出し互いに高め合って制限時間内でのゴールを目指す。よっしゃいい感じだよ。よかった。己の弱さに打ち勝つ強い精神力が選手を大きく成長させる。浅岡監督はそう信じているのだ。だから追い込め。いかに自分を追い込めるか。妥協しない強い心を徹底して植え付けていく。ある日の練習後、監督のもとを訪れると、熱心に何かをチェックしている。その傍らには山積みのノートが。中を覗いてみると、そこにはある練習試合のことが書かれてあった。改善点、シュート意識は高くなった、だが振り切れていない。特に左足で振り抜くシーンはもっとあると思うし、こだわらないといけない。これは選手全員がつけているサッカーノート。日々の練習や試合で感じたことを書き綴っている。これもメンタル強化の一つ。自分と向き合う時間を作ることで選手たちの自立を促す。こうした指導により苦しい場面でも屈しない強靭な精神が根付いているのだ。この後、市船サッカー部のさらなる強さの秘密が明らかになる。名門市立船橋高校サッカー部、30年近くこの部を応援している後援会会長に話を伺うと、今年弱いわこれ。それが春過ぎて新入生が入ってきて夏近くなってきた、本年かよと思うくらいぐんぐん乗ってくるね。そんな成長の理由はここに隠されている。強さの秘密その2、厳しい競争社会。名門市船にはそれ相応の実力を持った選手が集まる。しかし部員86人のうちスタメンの座をつかむことができるのはわずか11人。そこには熾烈な競争が生まれる。練習前、何やらクラブハウスに集まる選手たち。そこにはの名前が貼り出されていた。市船は部員が多いため最大3つにチーム分けされる。学年は関係なく能力次第。シビアな世界なのだ。
AKB だシビアだ。シビアですね。そしてそのチーム分けは練習内容にも違いが出る。監督が見るのは A チームだけ、 B チーム以下は他のコーチが指導に当たる。まあ、原を3バックに落とすことも考えてるから全然ボランチなんだけど、まあ、村上連れてって水曜か1個上げるのも一つっていうのかなって思ったから、経験も含めて村上でいいですか。はい、はい、お塩とか下村なんかはバツバツやっぱ周りの選手に言われたりとか、そのフルトさんの下で言われた方がいいんじゃないかなっていうのもあるし、入れ替えは多い時で週に1回。選手の意欲や可能性などを加味し、コーチ陣で協議して決める。このシステムに選手たちは、やっぱ全員ライバルみたいな。人が努力してるんならそれ以上は意識高くやるっていう。どうやって成長したらトップで出れるか考えて、毎日いろんな意識を改善して練習しないと置いていかれるんで。一見無情にも見えるシステムだが、そこには監督の思いが込められていた。じゃあそこら辺のやっぱ結果に目を向けるな、目に見えたものに対して感情を触れることなくね、一喜一憂せずに自分の努力を積み上げてください。何クソとか何が足んなかったんだろう、もう一回なんとかやってやるって思わなきゃいけないんだけど、なんだよって言って愚痴って言い訳作ってこう見え張ってな、生きたって全然かっこよくねえだろって生き方としてな。ここが日本一のレベルの高いこう競争意識を持った、ね、集団だってほしいなって思う。A チーム入る入んない、試合で入る入んない、出る出ない関係ねえから、そんなところでいちいち自分の行動を決めるな自分の行動は自分が成長するどうにかなりたいという思いだけで十分だ。この競争の中で成長してほしい、それが監督の切なる願い。入れ替え発表前 B チームだったこの選手は練習試合で得点を決め、見事 A に昇格した。みんな1年が A で活躍するんで、やっぱ刺激になって、ずっとチャンスは来ると分かってたので、 B チームで頑張ってたので、この曲聞かれて、ここからが勝負なんで頑張っていきます。上がった選手がいれば当然落ちる選手も。落ちちゃいました。どんな気持ちでした。ミーティングでも言ってたんで、どんな場所でもやれなきゃいけないんで、やっぱその自分の目標に向かってまた努力して積み上げて評価を受けなきゃいけないという気持ちと、やっぱ悔しいという気持ちはありました。落ちても腐らず真摯に受け止める、監督の思いは伝わっている。やっぱり頑張っても無理っていうのは確かに競技スポーツではあるんだけど、やっぱり教育の場であり高校サッカーの場であり、そう考えた時に頑張ったものがやっぱりチャンスをつかむというのが真っ当だと思ってるので、頑張っているものを正当に評価する、これが指導者の信念。だからこそ選手たちは競争に勝とうと努力を重ね成長を遂げる。それがチームの成長につながるのだ。